初めて日本武道館というステージに立ちますが、期待や緊張、不安などもありますが、来ていただけるお客様に感謝の気持ちを込めて最高の演奏をしたいと思っております。今回演奏する曲目がサイタラ節とサウンドオブミュージックですが、その2曲の融合の面白さ、そして東北方面音楽隊と東北方面フラッグ隊との融合、さらにお客様との一体というところを楽しんでいただければと思います。陸上自衛隊東北方面音楽隊の演奏にどうぞご期待ください。私たち東北方面フラッグ隊は音楽職種以外の隊員で編成され、今年の6月に未経験者の14人が集結し活動を続けてまいりました。日本武道館という大きなステージに立てることを今日この日までとても楽しみにしておりました。今回の曲目はミュージカルと民謡の融合が見どころですので、私たちフラッグ隊の曲調に合わせて変化する表情や演技にぜひご注目ください。音楽隊の迫力ある素晴らしい演技と私たちの笑顔あふれる演技で日本中の皆様に感動を与えられるように頑張ります。この度自衛隊音楽祭りに初めて出演することが決まり、振り返ってみると中部方面音楽隊に配属され約1年が経ちました。この約1年間中部方面管内でたくさんの歌を歌わせていただきましたが、この度陸海空が集結する武道館という大舞台で歌を歌わせていただくのは私にとってとても嬉しく胸がいっぱいの気持ちです。武道館という大舞台で緊張もすると思いますが、自分の歌を精一杯歌いたくさんの方に伝えたいと思います。中部方面音楽隊の見どころは、中部方面音楽隊員60名全勢力を挙げフレッシュで若々しい動きをし超高速ドリルをするところが見どころです。また曲は進撃の巨人、途中歌や演技も交えて進撃の巨人をすべて再現します。私は最初は歌で入り、その後はキーボードをさせていただきます。キーボードの音で少しでも皆さんのドリルと支えになって音になれるよう頑張ります。どうぞ皆様ご期待ください。私は今回マーチング初めてなんですけども、慣れない訓練にとても苦戦しましたですが、周りの先輩方にたくさんご指導いただいてこの武道館までに作り上げることができました。訓練からすごい緊張してましたが精一杯頑張りたいと思います。航空中音楽隊は演技隊とのドリルを毎年披露していましたが、今年は初めて空自の太鼓チームと共演します。今までは華麗さと優雅さを特色に披露してきましたが、今年の空自太鼓チームの迫力さを加え、より進化した航空中音楽隊のサウンドを皆さんにお届けできると思います。一生懸命頑張りますので、ぜひ航空中音楽隊の演奏をお楽しみください。私はこの音楽祭りに大変熱い希望で参加させていただいているので、本番がとても楽しみです。また一航空自衛官として普段とは違う面から来場してくださっている皆さんに未来や勇気や希望を感じ取っていただけるような演技をしたいと思っております。ラッパについてはさまざまな振り付けやさまざまなフォーメーションを取るのですが、8人が一糸乱れぬ演技をするところが見どころです。フラッグについては優雅な動きの中にもダイナミックな振り付けが入っており、そこが見どころです。また常に笑顔で演技するのでとても綺麗です。ラッパとフラッグが一緒に演技することでお互いが支え合ってとても魅力的な演技になっていると思います。皆様ご期待ください。我々防衛大学校儀仗隊の設置目的である広報活動への寄与、加えて自衛隊音楽祭り成功への貢献、そして何より我々の演技を楽しみにしてくださっているお客様に感動していただけるような演技をできるよう
最大限努力してきました。私は今回初めて指揮官としてこの自衛隊音楽祭りを迎えるにあたり2点考えたことがありました。ドリルを構成する上で変化を恐れないこと、そして伝統をしっかりと継承すること、この2点に注意しました。儀仗隊の歴史ある数々の技や動き、そういったものを継承しつつも、そこに新たな要素を取り入れることによって列員、ドラム、全学生を含めて最大限今回お客様に楽しんでいただけるよう努力してまいりました。本日のドリルにおいて我々の新たな姿を見ていただけるよう、そしてその姿を見て感動していただければ幸いです。よろしくお願いします。日本武道館で開催される伝統ある音楽祭りということで少し緊張はしております。しかし私自身初めての出場となりますが、若さとはつらつさを前面に出していきたいと思います。私たち第302保安警務中隊の100人一致、気持ちのこもった捧げつつ、そして今回のサイレントドリルでは初めての着剣した動作で行います。中隊130名のうち16名によるサイレントドリルのため、最高の練度でのサイレントドリルがお見せできると思います。皆様、私たち第302保安警務中隊にどうぞご期待ください。今回初めて音楽祭りに出演させていただきます。私は小学校5年生の時に初めて音楽祭りを見に行ったのですが、その際とてもかっこいいなという印象でした。それから何度か行くようになったのですが、中学校1年生の頃に私はここの舞台に立ちたいなと思うようになりました。10年以上経った今、それが現実になると思うととても嬉しい気持ちでいっぱいです。この度の陸上自衛隊中央音楽隊の見どころは第302保安警務中隊とのコラボレーションです。第302保安警務中隊とは普段特別儀仗でご一緒させていただいています。実は10月21日特別儀仗の功績が認められ、内閣総理大臣より特別賞状をいただくことができました。これを機に隊員一同やる気もパワーアップしていますので、第302保安警務中隊のキビキビとした動き、中央音楽隊の音楽との融合をお楽しみください。ここに立つまで本当に今までたくさんの方々の支えがあって今の自分がいると思います。今まで支えてきてくださったたくさんの方、そして会場に来てくださっているすべての方に感謝の気持ちを込めて精一杯演奏演技したいと思います。隊員一同精一杯演奏演技しますので、どうぞご期待ください。太鼓に入ろうと思ったきっかけは、自衛太鼓の演奏を聞いて心臓が引きちぎれそうなぐらい感動したことを今でも覚えています。今回初めて武道館に立たせてもらうのですが、正直すごく緊張しています。今回長年にわたって勤められた山城順位が武道館最後ということで、みんないろんな思いを胸に秘めて訓練に励んでおります。今度は自分たちが今まで作り上げた伝統や歴史を引き継げるように頑張りたいと思います。今年は風をイメージとした演出となりますが、一番の見どころは風の中にもいろんな風があると思いますが、皆さんはその一つ一つの風の変化をイメージしながら聞いていただけると嬉しいです。自衛太鼓気合を入れて頑張るぞ。私は自衛隊に入隊して2年目になりますが、今回この自衛隊音楽祭りに参加させていただいてとても光栄に思っております。いつもの仕事内容とは違うこの換気隊という役割で、メンバーとともに自衛隊音楽祭りを彩れるように精一杯頑張りたいと思います。海上自衛隊換気隊の見どころとしましては、海上自衛隊東京音楽隊の演奏の中で
海上自衛隊のシンボルである大きな怒りを作るシーンがあるのですが、怒りの中心を換気隊が演技します。換気隊6人の息の揃った演技をどうぞお楽しみください。私は今年の4月に海上自衛隊に入隊し、8月の末に東京音楽隊に配属されました。ですのでこの自衛隊音楽祭りに参加することは初めてなので、毎日身が引き締まる思いで訓練に臨んでおります。今年の自衛隊音楽祭りのテーマは道ということですが、私はこれから新しい道を歩むことになると思います。その新しい道を全身で表現していきたいと思っております。私たち海上自衛隊東京音楽隊は毎年海をテーマとして演奏を行っております。今年の1曲目は海の道そのものシーロード、2曲目は皆さんご存知の行進曲軍艦、3曲目は明日へつなげる思いを込めて希望という曲を三島海荘三宅ゆかりが歌います。ぜひ海上自衛隊東京音楽隊のドリル演奏をお楽しみください。自衛隊校気合いに入れて